ゴリは、一般的には、典型的なハゼ類の形をした、淡水魚を指す日本の一般名、地方名である。ただし、一部に、メダカ類や、島土ウ類を指す地方も存在する。ゴリは、標準和名ではなく、ゴリの名で呼ばれる魚は地方によって異なる。鈴木木、ハゼ科に属する、ヨシノボリ類、シチブ類、ウキゴリ類など小型のハゼ類や、カサゴメ、 カジカカに属するカジカ類あるいはその両方を合わせて呼ぶ場合などがある。ゴリという語が標準和名に組み込まれているのはハゼかウキゴリ属のウキゴリ類だけである。これらはいずれも川底に生息する淡水魚でハゼ類に典型的な大きな頭部飛び出すため大きな口などが特徴である。体色は褐色から暗褐色。大抵の種類が 全長数センチメートル程度の小型魚である。一般に種類ごとの特徴が分かりにくくよく似ている。ハゼカのゴリでは2枚の腹びれが合わさって1つの吸盤になっており、これで水底の岩などに吸い付くことで流れの比較的早い川にも生息できる。また、宮城県、島根県、高知県、大分県などの海に面する沿岸地域ではハゼ類の養魚を ゴリと呼ぶ場合がある。一方、カジカ類の腹びれは吸盤にはなっていない。青森県の南部地方、石川県の一部などでメダカを刺す例があり、岐阜県郡上市では島土城を刺す例がある。全国的には、淡水に生息するハゼ類がゴリと呼ばれる場合が比較的多い。しかし、琵琶湖近郊や、そこで漁獲されたゴリの重要市場である京都市、 徳島県などでは、はぜかの吉登りのことを、ゴリと呼ぶ。高知県、特に四万十川、それに和歌山県の東部では、はぜかの秩父の幼魚を、ゴリと呼ぶ。地方によっては、ゴリカジカ、ゴリンベト、ゴリンチョ、ゴリンジョ、ゴリン道などの呼び名を使う例もある。日本語で、カジカは、ゴリを意味するが、中国語で、カジカは土壌を意味する。中国語で、ゴリは、 森秩魚と書かれる。各地でその地方で採れる、ゴリが、唐揚げ、佃煮などの料理や出汁を取るのに用いられる。ゴリの唐揚げ北陸から丹後にかけての地方では、かさごめ、カじかかのカジカ、うつみカジカ、あゆかけなどの淡水産カジカ類を、ゴリと呼ぶ。特に、石川県金沢市周辺ではこれらの魚を用いた、佃煮、唐揚げ、照り焼き、白味噌仕立てのゴリ汁などの、 ゴリ料理が名物となっている。琵琶湖では夏場、沖野島周辺でゴリ漁が行われる。沈めた沖引き網をゆっくり揚げると、貧瘍な他の魚種は逃げ、動きが鈍いゴリの稚魚だけを取ることができる。佃煮、に、釜揚げ、かき揚げなどに料理される。稚魚は傷みやすいため、湖上で買い付け業者の船に売る場合もある。ありがとうございます。